こんにちは、仙台リメンバーの鈴です。峰山です。はい、本日はですね、先行突破において最も差がつくと言われている論理的思考力について戸井さんに解説していただこうと思います。戸井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私はですね、 P&G と LVMH ルイ・ヴィトンのグループで働いていて、でその後独立しました。現在就活のアドバイスをさせていただいています、戸井安田と申します。論理的思考力って別になくてもどうにかなるんじゃないかなと思ってるんですけど、就活において大事です、はい、就活において論理的思考力がないとどうしても内定は取れないんじゃないかな。内定取れない。論理的思考力ってそもそも何だと思います？全然分かってないです。ですよね、はい、正直これにパッて答えるのってコンサルタントでも難しいと思うので、うん、簡単に言うと人を説得する力に近いものですと、うん、人を説得するって就活において私を採用する理由がありますよ、うん、私を採用してくださいっていう説得をするのが就活ですよね、はい、なのでその説得ができないと分からない。確かに内定は出ません、はい、ってことで、まあ、今日は論理的思考力がそもそもどういう力なのかっていうところと、就活で具体的にどういうシーンで求められるのかと、まあ、最後にどうやって鍛えていくのかっていうところを、まあ、全部戸井さんに聞いていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて論理的思考力ってどういう力なんですか？ちょっと堅苦しい定義からいくと、ある結論を説明したいと思った時に筋道を立てる能力、うん、ということは論理的思考力には結論がまず必要です、はい、なので結論がない話題になると論理的なことは無理です。だから結論ファーストああそうなんですよ。逆に結論がない話は別に筋道なんかぐちゃぐちゃでいいんですよ。例えば今私ちょっと愚痴聞いてほしいんだけどさみたいな話って結論、まあ愚痴ですあの結論別になくていいんじゃないですか、はい、でこれに必要なのは共感で別に論理的思考力じゃないんですよね、うん、で逆に就活は絶対に私を採用すべきですって結論が決まってるじゃないですか、うん、でその根拠として強みがあったり学知化があったり挫折体験があったりするので、ここに対して道どうなってんのっていうのはとても大事になってきます。論理的思考能力が高いからといって倫理的である必要はないっていう、ちょっと応用の話もさせてください。例えばなんですけど、いや私サイコパスなんでリストラとか人情が必要ないところですごく力を発揮できますし、まあ、実際私がサイコパスだったエピソードとしてはって語る人がいたとして、まあ、論理的じゃないですか、はい、でもこの人を採用するかというめちゃくちゃ怖いですね、はい、今の問いさんめっちゃ怖かったなんで論理性があってもなおかつ採用されないケースもあるんで、論理的思考力がある、あるいはロジカルシンキングができるイコール正しいとか善とかそういうことは思わないでください。ただ論理的思考力っていうものを持っていると相手が説得されやすくなるので、確かにこの人を採用した方がいいんだろうなってみんなが思いやすいよという材料とか道具として今後使いこなしていただきたいなと思ってます。じゃあ就活でこのシーンでめちゃくちゃ求められるみたいなシーンってあるんですか？特に実はエントリーシートですね。面接ってその人の身振り手振りとか、はい、まあ、ぶっちゃけて言うと顔が美しいかどうかとかもっとタイプの顔かどうかとか、はい、服装がおしゃれか清潔かとか臭くないかとか、もういろんな要素が重なってその人の印象を決めてるじゃないですか、うん、でもエントリーシートって印象を作るのはすごく難しいです。だって文字しかないですからね。で文字で相手に私はあなたの選考に来るべき人間ですって説得するのって論理性がものすごく大事ですよね。だから実は面接になかなかたどり着けないっていう人のエントリーシートを拝見すると、そもそもこれロジック通ってなってるかとか、論理性が通らないと何が起きるかっていうと結論に対しての道が見えないので何を言いたいのかが分からなくなっちゃうんですけど、何を言いたいのか分からないエントリーシートだから通らないっていう非常に苦しい結果になると思います。論理的思考力ってケース面接とかグループディスカッションみたいな議論をするときにより求められるイメージがあるんですけど、はい、あれはもう完全に論理的思考力をチェックするためのリトマス紙みたいなものなので、はっきりとこの人は論理的思考力があるな、あんまないなとかは分かりやすいんですけれども、別に普段の会話でも論理的思考力のあるなしっていうのは判定できますよ。まあ判断されてるかもしれない簡単にチェックする前だと、今スマホ持ってますか？はい、持ってます。そのスマホカバーを友達にお勧めするとして、なんでそれをやるべきか、そのスマホカバーがいいかっていうのを言ってみてください。なんでこれがおすすめかっていうと、はい、絶対に画面変わらないあっていうのが一番のグッドポイントです。なんか持ってる時も持ちやすいし、僕も iFace ってやつ使ってるんですけど、あ、ね、あのカバー率が高くて割れにくいのと、まあ、かつ持ちやすさもある程度担保されてる、うん、でデザインがいっぱいあって、まあ、自分の好きなものを選べるんで、うん、めっ
めっちゃいいかなと、うん、ありがとうございます、はい、2人とも比較的ロジカルなんで比べるのは難しい論理的思考力がまるでない人はなんとなくって言っちゃうと思いますよ。あでも今って相手が求めそうなメリットを考えてそれをプレゼンテーションできてたからある程度説得力があったのでつながって見えるんですね、はい私たちがそのロジカルさをもっと強めていくためにどういう訓練とかどういう特訓したらいいんですか？まず初心者中の初心者にお勧めしているのはどんなことにも意見を持つことです。そもそも論理的思考力って自分の意見があってそれを説得する材料として論理的思考力を使っているので、うん、意見がないものに対しては論理性を発揮しようがないですよね。なので日常的にみんなでファミレス来たけどオムライス食べたいって思った時になんでオムライス食べたいんだろうみたいな、うん友達と同じメニューでいいやって思ったらそれはそれでいいんですけどそれを結論としてなんで友達と同じメニューでいいやという判断を自分は下しているのかでも常に考える、はい、でそうすると例えば私にとって食はそんなに重要ではなく友達と楽しいひとときを過ごすためにご飯を食べるというふうに暮らしているのでそうすると友達と同じメニューを頼むことで同じペースで食べられたり美味しいねという気持ちを分かっちゃえるから同じメニューを食べるべきってなってきますよねというふうに意見を持つことが大事ですしもっと言うと自分が普段下しているささやかな決断ってありますよね今日これ着てこうとか、はい、なんか朝ごはん今日いいやとかそれに対してなんでだろうっていうことを常に考えることこれが最初のステップです。2つ目が大きい枠から考えて具体的な枠にすることです。さっきスマホケースなぜ買うかって説明をした時に、はい、2人とも小さい話から始めましたね、はい、これ結構耐久性あってあとおしゃれじゃんみたいな、うん、絶対に画面が割れないあっていうのが一番のグッドポイントです。デザインがいっぱいあって、まあ、自分の好きなものを選ぶんで、うんまあ、めっちゃいいかなと思います、うん、じゃなくてそもそもスマホケースって買う理由っていうとおしゃれさと頑丈さかなみたいな枠を作ってから、うん、でおしゃれさで言うとさっていう話に入っていく。いや私そこが一苦手なんですよ。これ私も苦手なんですよそれってどうやったら鍛えられるんですか？自分にやり続けるしかないです。ああもう一回訓練時間あるんでしてみましょうか。はい。学部二人とも別ですかね。はい。違います。この学部、本当に高校生入った方がいいよっていうのをちょっと考えて喋ってみて。考えよう。はい。なんだろうかなぁ。難しい。なんだろうなぁ。逃げたなんだろうなぁ。考える時間取れば取るほどなんかハードル上がっていくから。そうですね、別にテストじゃないんで、はい、じゃあちょっと僕から。はい、ありがとうございます。僕小学部に入ってるんですけど、はい、まあ小学部に入る理由としてそもそも大学なんで入るべきかっていうところで、まあやっぱり学びを得る、将来のための学びを得ることが重要だなと思ってて、で将来のための学びで一番大学生が直近にあるのってやっぱり就職して社会人として働いていく時の学びが大事だと思うんですけど、社会人になってから役立つ学問で、まあ、一番役立つ学問がやっぱり小学部だと思ってまして、理由としては会計学だったりとか、経営学、あとはマーケティングのこととか、本当に文系の学生が、まあ事務職だったりとか企画職で入っていくところで役立つ学問について教えてもらえるんで、小学部は大体の大学生にもお勧めできるものかなと思います。ありがとうございます。一本の筋道がピシッて通ってましたね。すごいですね。よかった。A だから B、B だから C、だから B って感じでしたね。じゃあちょっと私頑張ってみよう。はい、はい、私もまあ大体同じように考えちゃってるんですけど、大学入る理由としては将来のためになる学びができる。で将来のためになる学び、あ、ちょっと待ってくださいね。はい、頑張れ頑張れ。将来のためになる学びで、まあ、今後の世界を見せた時にどんどんグローバル化が進んでいって、そこで必要になる力っていうのが外国語能力とコミュニケーション能力だというふうに考えてます。その外国語能力っていうところを学ぶのと、あとかつコミュニケーション、いや、なんていうんだ、コミュニケーション能力を学べる学部が外国語だと思うので、私の学部をおすすめします。ありがとうございます。ふわふわしましたね、はい、学問はグローバルであるっていうところに飛びましたね、ちょっと。はい、将来のための学びが、まあ、大学で学ぶものである、はい、でその中にはグローバルに学問を学べるものがある、うん、グローバルの学問の中で私がグローバルな学問で必要だと思うのが外国語能力とコミュニケーション能力である、うん、外国語能力とコミュニケーション能力を磨けるのが外国語学部である、はい、だったら、まあ、もうちょっとロジカル、わかりましたっていう感じで筋道を作っていく訓練をするとすごくいいです、はい。
よくなんかまずロジカルシンキングやろうよとか言うとロジックツリーとか 2C とか、そういうね用語から入っちゃうじゃないですか。でもそれに踊らされちゃうと結局ロジカルって何っていう本質を失ってしまうので、あの辺の用語っていうのは要するにロジカルシンキングを助けるための道具でしかない。さっきの話だと根山さんは 2C だったんだろうかっていうと、あまだ全然他に要素あるよなとか、学費とかね、いっぱい要素がある中で1個の筋道だけしか埋めてないから、もっと漏れなくダブりなくっていうと何を補強したらいいだろうっていうのはロジカルシンキングが助けになるけど、ミーシーから考えようとかすると崩壊するんですよ。なんでまずは自分の筋道を立てて話す訓練をすること、その後でぜひフレームワークとかを活用してみてください。今後も集大理では就活生がどうしようっていうふうに一度は悩むような難題を解決していって、就活生の方々に役に立つような動画をどんどん出していきますので、これからもご視聴いただけると嬉しいです。コメント欄でこんな動画欲しいとかもあったらお待ちしてるので、ぜひコメントお願いします。確実内定という就活の本を出しております。実はですね、今年も10版かかりまして、続き売れてますので、ぜひ皆さんも手に取っていただけると嬉しいです。ということで本日の動画以上になります。せーの、じゃーん。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。